J.K. ローリング、ジョアン・ローリング、O.B.E.1965 年7月31日対ペンネーム J.K. ローリング、またはロバート・ガルブレイスはイギリスの小説家。ハリー・ポッターシリーズの作者であり、この本は世界中で反響を呼び幾多の賞を獲得し4億部以上出版。これは史上最も売れたシリーズ作品であり、また劇場版シリーズは 世界歴代3位の興行収入、2018年9月現在、を挙げた。大英帝国勲章、ローカス賞、ヒューゴー賞、アステリアス皇太子賞、アンデルセン文学賞、英国アカデミー賞受賞。現在のペンネーム、JK ローリングは、本のターゲットとなる男の子が、女性作家の作品だと知りたくないだろうと、心配した、出版社が、 イニシャルを用いるように求めたために付けられたものある。ローリングはミドルネームを持っていなかったので、祖母のキャスリーンにちなみ、ペンネームを JK ローリングとした。ハリー・ポッターシリーズが終わっても作家業を続け、作家名も変えないと発言していたが、2013年になり、ロバート・ガルブレイスという男性名で探偵小説を出版していたことが分かった。なお、本人がジョアンでなく、 その略称であるジョーと称するのを好むのは、子供の時、ジョアンと呼ばれるのは怒られる時だけだったためで、ペンネームではない。イギリス南西部ブリストルの北東約15キロ、グロスタシャー州にあるに住むロールスロイスの航空機のエンジニアであるピーター・ジェームズ・ローリングと、アン・ローリング夫妻の長女として生まれた。生まれた病院は、隣町のにある。2年後に妹が生まれ、本人が4歳の時に、 家族はグロスタシャーノに移り、さらに9歳の時にへと引っ越し、チャーチコテージと呼ばれる19世紀半ば建てられたゴシック風の建物で美しい庭に囲まれて成長した。近くには自然豊かなディーンの森があった。この様々な民間伝承を持つ神秘的な森は彼女の想像力をかき立てた。子供時代から物語を書くことが好きで初めて書いたのは ラビットという名前のウサギの話で6歳の時である。ワイディーンコンプリヘンシブスクール総合性中等学校時代にハスで想像力に飛んだ作品で国語の教師たちに強い印象を与えていた。サバイバルを主題にしたエッセイ私の無人島生活は A プラスを取った。しかしこの頃はガリベンといじめられたり因縁をつけられ喧嘩を ふっかけられたりと不愉快な思いも経験していた。また十五歳の頃母案が多発性硬化症と診断が下される。陽気で活力に溢れた母が徐々に病魔に侵されていくのを見ているのは胸が引き裂かれるほど辛いことだったとローリングは語っている。ローリングは最終学年でヘッドガールに選ばれるなど明るく社交的な人気者になっていた。本人は 文学方面に進みたかったが、両親の希望で、エクセター大学でフランス語と古典を学んだ。一年間の留学期間が必須科目だったので、パリに留学し、パートタイムで英語を教えた。在学中も多くの小説を書いたが、完成までは進まず、むしろ読む方に時間を費やし、ジェーン・オースティンなどの作品を読んだ。最終学年を迎えた1987年。 自ら志願して、年に一回マーティン・ソレルの指導で上演される、フランス語の劇に協力した。フランスの劇作家オバルディアの、農場の宇宙飛行士という哲学的なファンタジー喜劇で衣装係に任命れた。1987年夏卒業。この頃母アンの病状はかなり悪化しており、車椅子や歩行器が必要となっていた。卒業後は、 ロンドン南西部のクラパムにあるフラットに引っ越した。ロンドンのアムネスティ・インターナショナルで秘書として働いたが、仕事にはあまり興味を見出せなかった。一度だけ出版社で働いたこともあり、現行の断り状を送る作業をしていた。この頃、タイプをかなりのスピードで打つことができるようになっていた。国際アムスティでも働いたこともあった。この時は大人向けの小説を書き始めていた。 ローリングは25歳を迎えるまでに2つの小説を書いたが日の目を見なかった。その頃からカフェやバーでメモや短い文章を書き殴る習慣ができた。1990年6月、エクセター大学時代の恋人がマンチェスターに移り住んでいたのでそこに一緒に暮らそう考えていた。週末を使ってマンチェスターでフラット探しをしたが見つからず、 永遠と続く英国の田園風景を眺めながら4時間かけてロンドンへ戻る列車に座っていた。自分と同じように寂しげな黒と白のフリージャンシュの牛たちをじっと見つめているうちに突然アイデアが浮かんできた。何がきっかけだったのかはわからないが目の前にハリーや魔法学校のイメージがはっきり浮かんできた。そうよ、この男の子は 自分が何者なのか知らず、魔法学校への入学許可証をもらうまで自分が魔法使いだと知らないという設定をパッとひらめいた。一つのアイデアに夢中になったのは初めてだった。ペンも紙もなかったため、これらを頭の中で全て思い浮かべていった。主人公のこと、通う学校、そこで出会う人々。ロンドンに着く頃には、ロン・ウィーズリーとハグリッドを思いついてた。 この段階では名前はついておらず後から情報を集めて思いついていった。最も時間をかけて考えたのが学校そのものとその雰囲気だ。場所はスコットランドを舞台に選んだ。ローリングは自分の部屋へ戻ってから列車で考えていたことを思い出しては安物の薄っぺらいノートに一心不乱に書き留めていった。これがハリー・ポッターの最初の草案となった。 仕事はマンチェスター商工会議所で派遣秘書の職が見つかりその年が終わる頃にはロンドンから引っ越してくることができたハリーとの出会いは退屈な暮らしに喜ばしい変化が訪れローリングが彼の冒険物語について書いたメモはすぐに靴箱いっぱいになったこの頃から七巻のシリーズにすることを決めていた1990年12月30日に 母アンが四十五歳で亡くなる、十年に及ぶ闘病生活だった。その死は、ローリングの心に深刻な影響をもたらし、執筆中だった本の方向性にも及んだ。打ちひしがれて、マンチェスターに戻ってもそこには、行き場のない人生が待っているだけであった。しかも恋人との間にも険悪な空気が漂い始め、派手な喧嘩をした後、部屋を飛び出して、郊外のディズバリーの、 小さなホテルに一人で泊まった。そこで思いついたのがクイディッチだった。翌1991年にポルトガルの英語教師としての職を得た。日中はコーヒーバーに居座って原稿を書いていた。ポルト在住中5ヶ月目バーで出会った男性と同棲する。その後すぐに妊娠するが流産となる。1992年に27歳で結婚。 しかしその前にはすでに二人の関係は亀裂が入っていた。それから数週間後再び妊娠する。妊娠期間中はそれまでになくハリー・ポッター執筆に時間を費やすようになった。1993年7月、カズメジュシカを出産。しかし4ヶ月後ローリングは家から追い出される事件が起こる。翌日、赤ん坊を取り返し友人の元へ身を寄せ2週間後に、 ポルトに別れを告げた。父ピーターは再婚していたため、妹代が住むエディンバラに向かった。代はこの時、第3章までの原稿を読み夢中になった。1993年12月社会保障局で、生活保護と住宅手当を申請し、69ポンドの手当を得た。友人に600ポンドの借金もした。羽ばきのネズミの音に耐えられず新しいアパートを、 見つけようとしたが、住宅手当をよしに次々と断られた。最終的に、サウスローンプレイス7番地に引っ越した。この家のキッチンテーブルで、賢者の石を掻き上げることになる。1994年頃から貧困と辛労のため、深いうつ病になり、自殺も考えたことがあると、英北部エディンバラ大学の学生誌に明かした。この時の経験が、 ハリー・ポッターシリーズに登場するディメンターの元となった。8月に離婚を申請。ローリングは義理の弟が買い取ったサウスブリッジとロイヤルマイルの交差点にあるフェ、ニコルソンズでコーヒーをすすりながら原稿を書き進めていった。1994年の暮れには秘書の仕事を見つけたが15ポンド以上収入があると手当てから控除されてしまうためそれ以上稼げなかった。 この頃スコットランドで教職を得るため、現代後の公立学校教員免許状、ブグス取得のためのコースを受けた。1995年の夏には、スコットランド教育産業局から補助金を受け取ることができた。1995年、完成した原稿を代理事務所に送った。一件目は即ケない断りの手紙とともに、送り返されてきた。 二件目のクリストファー・リトル著作権代理事務所で契約を結んだ。原稿は12の出版社に提出されたが、あまりに長編で出版する会社は現れなかった。新人による子供向け書籍の出版に取り組んでいたが、出版することとなったのは受け取った原稿を編集者が自分で読む前に8歳の子供、アリス・ニュートンに手渡して反応を見たからである。 一時間後に部屋から出てきたアリスは、パパ、これは他のどんなものよりもずっと素敵だと話した。契約金は1500ポンドだった。契約後もマリーハウスでの厳しい教育実習を続け1996年7月に教職課程を終了した。ローリングはスコットランドのゼネラルティーチングカウンシルに登録した。またハリーポッターシリーズ2巻の執筆にも、 取りかかっていた。カウンシルの作家のための奨励金制度で8000ポンドを得ることができた。1997年7月26日、ハリー・ポッターと賢者の石がハードカバーとペーパーバッグの両方で出版された。ハードカバー版のすり数は500部だった。一巻が発売されても派手な宣伝を行う予算はなく、米国の出版権に入札できないほどだった。 発売されてから3日後、米国の出版権をめぐるオークションではどんどん値が釣り上がっていき10万ドルで落札された。米国版の書冊は5万部だった。賢者の石出版から2週間後、2作目の原稿を出版社に送った。ハリー・ポッターと秘密の部屋の出版から6日後、自動書として初となる英国のベストセラーリストの1位を飾った。を受賞。 など多くの文学賞を受賞するなど、新人作家としては、異例の扱いを受け児童文学として高く評価されるとともに、多数の外国語に訳される世界的ベストセラーとなり、子供のみならず広範な大人の読者をも獲得した。1999年6月末、ローリングが4度目に受け取った印税は7桁の金額になっていて、ローリングは、昇進証明の億万長者になった。 プラチナカード会員のクレジットカードを持ち、15%から20%の印税を受け取るようになっていた。1999年が終わりを迎える頃、デビッド・ハイマンとワーナー・ブラザースとの映画化券の契約が完了した。契約金は100万ドルで、ローリングは起こったことに対する発言権を維持し、脚本に意見を言う権利を持ち、特に英国における 特定の種類の商品化に対して拒否権を行使できるようにした。代わりに、ワーナーは世界中で商標としてのハリー・ポッターを管理する権利をた。第4巻の発売が決まった頃には、期間の3巻の売り上げは英国で800万部、米国で2400万部に達した。4巻の英国での初版部数は100万部を超え、英国、カナダ、オーストラリア、 米国の4カ国の総書半数は530万部に上った。この時点で、ローリングの収入は700万ポンドに上ると見込まれた。35歳になる2週間前、母校のエクセター大学から名誉博士号を授与した。卒業式ではスピーチを披露した。2001年、オーサー・オブ・ザ・イヤーに加えて、児童文学への貢献を評価され女王の公式誕生日の助訓で、 英国君交渉、OBE を受賞した。サンデータイムズの長者番付では、所得額は6500万ポンドだった。2001年には、医師のニールマレーと再婚し、2003年に男の子、2005年には女の子を出産している。2007年7月21日、シリーズ最終巻となる、ハリー・ポッターと死の秘宝が発売された。以後も公式サイトや、 映画シリーズの制作等で、同シリーズに関わる。政府の生活保護により離婚後の生活苦をしのいだ。経緯から、労働等を支持している。また紙媒体での本の重要性を説いており、電子書籍による辞書の販売に反対していたが、オフィシャルストア、ポッターモアでのアンケートなどを経て、2012年から、ハリー・ポッターシリーズの電子書籍版を販売している。2012年には、 初の大人向け長編小説、カジュアルベーカンシー突然の空席を発表した。2016年公開予定のハリー・ポッターシリーズのスピンオフとなる映画、ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅では、脚本を担当する。2013年、ロバート・ガルブレイスという男性のペンネームで、放題という探偵小説を出版していたことが、サンデータイムズの調査により発覚した。本人は、 もう少し長く秘密にしておきたかったと語った。ロバート・ガルブレースは2003年から民間の警備保障会社に勤務している英軍警察の元隊員だと説明していたが、初めて書いたにしては出来が良すぎるのではないかと疑問を抱いたサンデー・タムズ氏が正体について調査した。年収約1億2500万ポンド、日本円で約182億円は、 歴史上最も多くの報酬を得た作家とされている。2003年5月、イギリスのお金持ちリストが発表され、ローリングが、ハリー・ポッターの本、映画、その他関連商品から手にした金額が560億円だったことが分かった。この金額は、エリザベス女王よりも多く、イギリス国内では、上から122番目の富豪になるという。2007年1月、 経済誌フォーブス氏がエンターテイメント界で活躍する女性で資産の多い女性トップ20を発表し総資産1210億円で2位にランクインした。2008年ザ・サンデー・タイムズ・イクリストでは資産は5億6000万ポンドでイギリス人女性の12位にランクインした。2010年1月 A 大衆紙ザ・サンによるとスコットランドに260万ポンド 日本円で約3億7500万円で5件目となる新たな豪邸を購入したという。この豪邸は31部屋もある大邸宅であるが、ローリングはに3部屋を見ただけで購入を即決したという。担当をした不動産屋は彼女はに3部屋を見ただけで即決しました。所有者が2階は見なくてもいいですかと聞くまでは2階も特に見ようとはしていなかったですと。 明かしている。さらにローリングは2010年のクリスマスは家族とこの家で過ごしたいと熱望。現在の所有者がクリスマスまでに出ていくのであれば30万ポンド、日本円で約4500万円を購入金額に上乗せして支払ってもいいと言っているという。総資産が5億6000万ポンド、日本円で約840億円もあるローリングは 今回の豪邸以外にもスコットランドに3件、ロンドンに1件の豪邸を所有しているという。ロンドンに本部を置く、シングルペアレントファミリーのための全国協会への50万ポンドの寄付をした。2000年9月には同協会の事前大使を務めることになった。ザサンへのイギリスの官僚主義的な福祉についての寄稿も言った。エディンバラの地元では、 がん患者とその家族に対してするカウンセリングや支援を行っているマギーズセンターズに援助した。スコットランド各地で朗読会を開催して、グラスゴーとダンディーに新しい支援センターを開設するための資金集めを行った。母の闘病生活を通じて関わりを持つようになったスコットランド多発性、高科症協会の講演者になった。スコットランドオンサンデーに特別寄稿をした。 これは後に、オブザーバーでも取り上げられた。硬いイメージの事前事業をお祭り感覚で演出しているコミックリリーフに2冊の本を書き下ろした。いずれも、ホグワーツ公指提供箇所でタイトルは、幻の動物と、その生息地とクイ、クコンジャ弱。少なくとも1冊につき2ポンドの印税がコミックリリーフに寄付された。ロバート・ガルブレス名義での出版。 日本では、講談社が出版。ローリングは、セントアンドルーズ大学、エディンバラ大学、エディンバラネーピア大学、エクセター大学、アバディーン大学、ハーバード大学から名誉学位を受けている。ハーバード大では2008年卒業式でスピーチを行った。2009年フランス大統領、ニコラサルコジから、レジオンドヌール勲章を授与した。その他章。 ハリーポッターシリーズの主人公からファンタスティックビーストの主人公にバトンタッチしている様子を描いたイラストをツイッターで感謝した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。